皆様こんばんは、高鍋アイラです。本日はですね、一応ドローン系の YouTuber として、今後どうするかを話そうと思います。ただ話すことはあんまりまとまってないので、グダグダな話になることをお許しください。でまずですね、前に回収した、この X12 なんですけれどもね、でこの X12 なんですけれどもね、あの回収した時に、まあビデオじゃない、その墜落してから回収するまでに間があって、木の上に引っかかり、その間に雨が降ったこともあって、一応回収してからしばらくして修理を頼もうとあるショップさんに相談したんですけれども、その相談した結果、その雨に濡れたっていうことで水没っていう扱いになり、あの基板がおそらくはね、もう錆びたり、その接触不良ということで修復不可能という判断になったんですね。それなので、この X12 なんですけれども、この機体ですね、もうただのもう置物となりました。まあプラモデルのディスプレイモデル的なものになっちゃったんですね。だからまあそのうち処分しなきゃいけないんだけれども、まあどうしようかはちょっと今考え中です。まあとにかくまあ持ってたってことだし、まあ機体としては結構かっこいいんでね、プラモデルみたいに飾って楽しもうかなっていうのはちょっと考えております。で、画像乗っかりましたかね。ハブさんの、ハブさん G のプロのプラス PJ っていうのがなんか出るらしいっていうのは、あのね、この YouTuber の、やっぱドローン系 YouTuber って言っていいのかな、ある、その、名前言っちゃっていいのかな、パート2、鉄板さんって人のね、動画から情報を得まして、それがなんかその、日本に向けた改良版で、まあその機体っていうのが、まあ写真に出たと思うんですけど、まあそれはね、ハブさん G ので前の機体なんですけども、それの改良版がこれからその日本向けのでちゃんと出るらしくて、操作系が 2.5GHz で、Wi-Fi の周波数も 2.4GHz ってことで、日本、ちゃんと日本の規制に合わせても出るっていうのがこれから出るらしいんです。それの、値段がね、マビックミニの方と被るのか、それとも安くなるかで、変わってくるので、マビックミニか、そのね、ハブさんジーノの方の改良版の方にしようかっていうのを迷っている状態です。ただ、そのハブさんジーノの方は、あの、確か重量が、どんぐらいなんだろうね、その 200g 確実に超えて 400g とか 600g ぐらいになっちゃうのかな。なのでなんか今のね、日本のドローンの規制法によってはもうそれはほら技的とか 2.4GHz だから電波法のことはクリアしてるんだけれども、なんか登録しなきゃいけないってことになっちゃってる、何かほら機体番号かなんかの申請もしくは登録をしなきゃいけないってことになっちゃってるみたいなので、その辺はちょっとまだわかんないんですけれども、そういうのと値段の兼ね合いによって、やっぱりそのビッグミニをになってしまうのかもしれません。自分が買うのはね。ただまあ、ビッグミニに関して言うと、なんかレビューとか見てみるとですね。まあ、ビッグミニはほら、その Wi-Fi の周波数が 2.4GHz でそういうの問題ないんですけれども、問題はなんか、使うスマートフォンにもあるらしくて、 iPhone とかだったらね、その電波っていうかその画像の処理の CPU の速度が速いらしくて、その画像の遅延とかそういうの問題ないらしいんですけど、自分が使っているのはね、実はこのあのハーウェイの P20 っていう Android でして、 Android の携帯でして、 Android の携帯だとまあ
ものによってやっぱり CPU の速度が遅いのと、その Android 特有のプログラムの何かによってはよってその画像の遅延が多く発生すると、そういうことをなんか聞いた見たしているので、その辺で言うとね、マビックミニ三軸ジンバルがあるし、なんだその画像のビデオ画像のフレームレートが 40fps だったっけ、その自分が持ってる MJX の Bugs4W ですが、さっきやったこのね、この JJRC の X12 なんていうのは、その画像のフレームレートが、25fps だそうなんで、それから考えると、もう 40fps ってだけで滑らかなのが、やっぱわかるでしょ？で、肝心のハブサンジーノの方も、カメラとか、その、写真とかね、あと動画についても、ピクセルは多いみたいなんだけれども、そのフレームレートがやっぱり 30fps らしいんですね。まあ 30fps っていうと、一昔前のそのアクションカメラとかのフレームレートになっちゃうんですよね。で、なんだろう、この今撮ってるビデオなんかも、こうやってね、撮ってるビデオなんかも 30fps っていうことなんで、まあこういう動きになるわけだから、まあそんな悪くはないのかもしれないけれど、まあ 40fps って言うともっと滑らかになるっていうことで、そういうので言うと、まあ将来的にその買うドローンは、まあ、ビッグミニになってしまうのかなっていう風なところです。で、まあ今お金ちょっとね、ちょこちょこ金貯めている状態で、いつになるか分かんないですし、そのハブサンジーノの日本向け仕様次第なんで、それがそのね、ハブサンジーノプロの何、日本向け仕様が出た時点で判断し、そのうち買って、ドローンによる、千葉県内の、まあ、景色の動画を上げていこうかと思っております。まあ自分で今考えているのはそんなところです。それでは失礼いたします。